謝罪代行サービス、ちょっと話題に、何これ、まだちょっと始めたばっかなんですよね。ツイッター上で募集して、まだ3週間前にちょっとつぶやいただけなんですけど、いわゆる代わりに謝りますみたいな、そうそうそう、あなたの代わりに謝りますっていう、なんかそういう会社もあるやんか。 あるみたいですね。それ初めて知って、自分の、そのなんかギャグが人のためになれればいいなと思って、例えばじゃあライジンさん喧嘩しちゃったりするじゃないですか、だからそしてなんやねボケと、でちょっともう謝りたいんだけど、お互いきっかけがないっていう時あるじゃないですか、お互い大喧嘩しちゃって、どっちが謝るも言いづらいと、でもまあちょっと自分も悪いと思ってる、その時に僕をちょっとですよちょっとですよちょっとごめんとって言って揉めてもうたけど謝られへんねんと、で一緒に行って、はいと言ってデーンってやって、そこ仲が良くなればいいなっていうふうに本当にそう思ってるんです。でもさ、これいけるわ思って、じゃあ行きますねって言ってやり取りしてさ、いざ行ったら、あれこれちょっとマジで謝るタイプの方かもせん、っていうことも今後出てくる、ね、見誤ったって。僕はもう18年間やってきてるんで、0% から 200% までいけるんです、謝り方いける。どういうこと、すごいこと言ってますよそれ。あ、これはもう 150% で謝った方がいいなっつったら、いいか。でもこれはちょっともう 10% ぐらいの方がいい。 10% ぐらいだったら、あいと言いまてん、すっごい、そんなことなってていいの、10から150の間声の差にするだけやけど全然いいのそれで、はい、で 3% がシュッシュッだけ、シュッだけ、それ聞こえちゃうんですよ、言ってるんですけど、言ってるけど、はい、シュッって聞こえちゃうんや、そうモスキートも違う聞こえちゃう、あ、周波数が変わるな、俺らがもうちょっと若かったら聞こえてたんか、本当にヤバい時はゼロっていうのもあるんです。これでもゼロ見せゼロ。ゼロ。すいませんでした。あ、普通に謝った。逆にね。相手の間違いですゼロね。これでもほんまどっかのさ、例えば企業のパーティーとかで、なんかあるやん。あるんですよそのね。どういうことですか。各部署で、はい、例えばこう業績をこう、はい、なんか争っていって、はい、1位は何々支部です、はい、やったーみたいなんで。うん、最下位のとこの代わりに謝るみたいな、いやあるんですけど、うん、これがそういうのあるんですよ、うん、企業のなんか大きなとこでやってくれる、はい、これがもう営業になってしまうんで、これ営業になるよね、これ営業になってしまうんで、これは申し訳ないって言ってるんですよ、こういうそういうだと、うん、もう吉本ちゃんと通してくれと、クラウドファンディング、はい、あ、なんすかそれ、あ、クラウドファンディングです、じゃあできるんですかそれ、吉本のクラウドファンディングを使って吉本を通して仕事を受けたら大丈夫です。いや、そりゃですよ、さ、あなた最初お金じゃないんですよね言ってましたよ、あなたはっきり言いましたよ、私聞きましたよ、なんかクラウドファンディングっていうのは聞いたことあるんですよ、うん、はい、でも実際どういうものか正直分かんなくて、すぐくっついてますよね今、うん、でもそういう話があるんだったら多分なんか謝罪のこういうパターンでこういう企業のとかやったらこんな風にやりますよっていう動画を一個貼り付けて企業さん向けにクラウドファンディングを募って、あ、なるほど、そっちはできるんだ、パーティーで呼んでくださいという、はい、なら 15% 吉本興業に抜かれ、うん、はい、あとはそのデスヨさんの謝罪の代行費用として85%、まあその 85% ちょっと見えるな見える、もう見えたらお金ですから、見えたらお金です、明日も謝罪以来行けないって言います、忙しなってるやん、じゃあお前忙しいっすね、本当に始めたことで多分お笑い始めてから一番忙しいかもしれない今今これが、いや全体的にこの活動はちょっとテレビ局が食いつきそうな気がするな、俺へー、下手したらエブリィとかでやるかも、ニュースこれだからバラエティの方行かずに、いや今度はニュースありそうやん、はい、あります、ニュースで今ちょっと夕方のポップネタとしてこういう活動されてる方いらっしゃいますみたいな、へー、こういいんじゃないですか、私はでもノンフィクションの方行ってほしいですけどね、そうですね、あいと今で生きてめちゃくちゃお気持ちでもらって